イスラエル国防軍第36機構師団組織図第36師団はイスラエル国防軍の師団の一つである。北部方面軍所属の現役機構師団。通称としてアブトゥバガッシュという名称も使われる。第3次中東戦争、第4次中東戦争、第1次レバノン戦争に参加した。舞台名についてヘブライ語を直訳すると単に 第36師団だが、多くの資料では、第36気候師団としているので、本文もそれに従う。第36気候師団は2014年2月から、イスラエル北部軍管轄下に入ったイスラエル国防軍気候部隊で、最も規模の大きい気候師団で、イスラエル陸軍指揮本部、ゴークアーミーヘッドクォーターズの指揮下にある。第36気候師団は1954年に、 編成され、1958年までアブラハム・ヨッフェ少将の指揮下にあった。1967年の第三次中東戦争時にはヨルダン川西岸地区の北部での戦闘に従事した。戦争後はゴラン高原南部を主な活動地域とした。1969年から1972年まではシュムエル5年少将。 1972年から1974年には、ラファエル栄冠少将によって指揮された。1973年の第四次中東戦争では、第36機攻師団霊下の第7機攻旅団、第188機攻旅団のショットカル戦車部隊が、ゴラン高原から進撃してくるシリア軍の戦車部隊を食い止める激戦を戦った。この戦いでは、 約100両のイスラエル軍戦車、700両以上に及ぶシリア軍の戦車や装甲車が破壊され、この地は後に涙の谷と呼ばれた。1978年のリタニ作戦においても第36機講師団は主力部隊の一つとして作戦に参加した。1982年のレバノン侵攻作戦では海岸沿いのルートからレバノンの首都ベイルートへの進撃を行った。 ご覧高原で訓練を行う第188機交流団のメルカバマーク 3D ありがとうございます。